私はブツブツ恐怖症でです今読んでいる本にも出てきました小学校の頃理科の教科書にこういうブツブツで表した図式みたいなやつがあってそれがどうしても見れなくて教科書を閉じて「先生ごめんなさいこれは見れないああ泣きそうです!」って言って理科の授業を休んだのを覚えています。